ウエストが気になる方は一緒に10回行いましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10回ウエストしっかり効くマウンテンクライマー応用編を紹介しようと思います。今回の最大のメリットとしては、外腹斜筋にしっかり効きます。で、通常のマウンテンクライマーより負荷が上がりますんで、しっかり外腹斜筋に効くということになります。で、まずメリットとしては、体幹がしっかり鍛えられます。で、外腹斜筋がしっかり効きます。そして簡単に行えるというところです。デメリットとしては、手首が少し負荷がかかるので痛い場合があります。で、腕がね、少し曲がった状態で行いますんで、まあ、腕の力が弱い方はもしかすると結構腕がきついかもしれません。では、やり方を紹介します。え、まず通常のマウンテンクライマーっていうのはですね、まあ、肩の下に手をついて、肩幅でプッシュアップの体勢をとって、腰から下を左右にねじっていくんですけども、まあ、これは半分有酸素運動的なエクササイズになってくるので、今回はゆっくりしっかり外腹斜筋に効くやり方になります。で、外腹斜筋ってですね、やはりちょっと鍛えにくくって、腹筋でひねるとか、重りを持ってサイドレイズとか、あとサイドプランク、こういったのとか、まあ、あるんですけども、やはり収縮させた方がやっぱり効きますので、今回は外腹斜筋メインで効かしていきます。では、手はですね、通常通り肩幅の肩の下です。これで足を閉じて、腰が反れないようにしっかりお腹を締めた状態でスタートです。こっから両肘少し曲げてですね、できるだけ遠いところに足を持っていきます。通常はこれぐらいです。これをぐーっと持っていきます。反対も一緒です。通常はちょっとひねるだけですけども、ひねったらぐーっと遠くに持っていきます。それでここを使っていきます。足を遠くに持っていくほど効きます。いった感じで、一緒に左右1回、合計10回ほどゆっくり行っていきましょう。呼吸はですね、片方で息を吐き切って戻ったら吸う、息を吐き切って戻ったら吸う、吐くときにはお腹をしっかりシューと引っ込めてください。では一緒に10回やっていきましょう。はい、まず腰のチェック、反れないように締めて、お尻を締めていきます。はい、お疲れ様でした。どうでしたか ?10 回、結構きついですよね。1回ずつがゆっくりなのに、息がしっかり上がります。今回はね、外腹斜筋にしっかり効いてると思います。外腹斜筋使った次の日っていうのはですね、意外とウエストがキュッと締まってます。ですのでね、まあ、10回ですけども、やってみてもらえたらと思います。本日のおさらいなんですけども、たったの10回で外腹斜筋にしっかり効きます。負荷がしっかり上がってますんで、まあ、しっかり効くということになります。まあ、デメリットとしてはね、手首に少し負担がいったと思います。まあ、タートルも手首少しね、痛めてるんで痛いかなって感じなんですけど、まあ、またね、治ると思います。で、腕がね、少し疲れてるかもしれません。まあ、しっかりね、メリットは体幹、外腹斜筋で、しっかりね、まあ、早くしたりしない、動きがゆっくりなので、息さえしっかり吐いておけば、しっかりね、簡単で行えると思います。ということで、本日はマウンテンクライマー応用編ということで、外腹斜筋をしっかり使ってきました。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。SNS されてる方は、ぜひぜひシェアの方もよろしくお願いします。ご協力お願いします。本日もありがとうございました。